さあ、それでは続きをやっていこうかなと思います。前回の続きっすね。まあちょっとね、まだパーツが全てできてないので、組めるところだけ組んでっちゃいますっていう感じですね。そのね、組めるところだけ組んでくっていうのが何かしらのやらかすことの一つだと思うんですけど、まあやっていこうかな。でき進めるだけ進めて、ちょっとパーツ点数を減らしていきたいのでね、こうやってくっつけるよと考えると、なるほど。何気に目のパーツがぴったしだったら OKOK、 よかったよかった。組んでいく時にね、やっぱり何かしらやらかすことがあったりするからね、怖いんだよね。またここの目のこのね、フロントのパーツの位置っていうのも、まあまだオーバーフェンダーがつくんでね、ちょっと何とも言えないんですけど、この感じだといい感じでしょう。多分大丈夫。あんまりベタってつけると表に出てきちゃうけど、まあオーバーフェンダーでか隠れるからいいと思うけどな。ある程度付けぐらいにしておきますか。だけどポロリといくとよろしくないので、ここもデコプリさんにお願いしておきますか。一応いつもだとね、瞬間接着剤とか使ってるんですけど、まあ塗装済みだしっていうところもあって、ちょっと控えめにしておきましょう。控えめじゃない、瞬間接着剤が使えないんでね。こんな感じでいいか。まあこれ落ちてくることないと思うけどな。流し込みをきれいに流し込む場所があまりない。こう見ると、ここを流し込んでもいいような気がするな。ここね、こっち側から流し込むようにしておく。なんかいまいちだな。まあいいか。おっとっと、つけすぎ。カメラ映ってる？ギリギリじゃねえか。よいしょ。こんな感じにしておくか。これでちょっと時間が経てば、まあそこそこくっついてると思うけど、あとはオーバーフェンダーをつけていかがなものかなってところですね。ちょっとそーっと置きます。そーっとで、あと後ろですね。後ろもつけていかないといけないので、そうそう、ここだけつけちゃったんですよ。ちょっとね、乾燥に時間かかるかなと思って、まあただ普通にはめてね、デコプリでちょっとこうくっつけただけです。乾燥に時間かかるとね、ちょっと作業性が非常に悪くなるので、本当だと、あとここにね、こっちかにパーツがつくんですけれど、それもちょっと後回しにします。後からでもつけれると思う。つけれるかな、ちょっと心配。このパーツね、つけれると思うけどな。こんな感じでつくから問題ないな。下からはめるだけだからね。よしよし。そう、ちょっとね、そういうことを考えてやっていかないと、後でね、うわやっちまったぜみたいな、まあ鍋さんよくあるからね、やっちまったが。ということで、こんな感じでつけて、テールランプも問題ないよと。たらこれも流し込みでくっつけておきましょう。はい、ちょん、ちょんとね。で、ここもちょんとね。そしてここもちょんとね。だけど今と一緒で、ちょっとこれだとくっつきが悪い気がするので、デコプリで補強をしておきましょう。瞬着でいいじゃんってね、思われると思うんですけど、まあデコプリでやっといた方がね、振動にも強いんでね、若干柔軟性があるせいか、一応その流し込みである程度くっつけておいて、まあそれがね外れるという前提でね、これで OK かな。よし、大体くっついたわ。でここからクリアパーツをつけていきますよという感じですね。タイヤはもう組み立てたし、もうこれでオーバーフェンダーをつけちゃっていいのか。時間は全然大丈夫だね。5分しか経ってない。下のパーツも別にそのままでいいから、ヘッドライトを先につけますか。ヘッドライトのカバーですね。これか。ヘッドライトのカバーもね、非常にクリアパーツでデリケートなパーツなので、しっかり2段切りを決めてやりますかね。まあちょっとどうでもいい話でもしながらやっていきたいんだけど、ここであまり気を抜くとな、やらかすからな。2段切りでね、横向きにしてちゃんと切ってあげないと、縦向きだとねパリンつってヘッドライトが割れちゃうんでね、ひびがいったりとかね、まあひびがいくことがよくあるんですけど、そういうのを少し気にしながら。いやちょっとね最近鍋さんの過食がまた始まってよ。めちゃめちゃ食うの最近、やーべえ。まあ食べるっちゅうことはいいことだけどね、食欲がないとかいうよりさね、食べれないより食べれるっていう方がいいんだけど、一時期もうほんとね、平日食べずに休日に食べまくるみたいな生活がちょっと1ヶ月ぐらい続いて、それはそれで良くないよね。1ヶ月休日だけバカ食いするっていうのもね。そうだからね、ちょっとまた太ってしまったような気がする。鏡見るとねすぐ分かるんだ。ほっぺがね出てくるから、やばい、今ほっぺがちょっと出てるというか、まあなんかちょっとこうこけてはない。ちょっと頬がこけるぐらいが多分ちょうどいいんだろうね。今まただからさ、体重重くなるからさ、過ごしにくくなるわけよ。足痛いとかさ、ヘッドライトにね指紋がついてつかないようにね。表面はね指紋がついても問題ないんだけど、裏面はついちゃうとよろしくないからね。裏面をねちゃんと、あとまあホコリもねしっかり取ってからはめ込まないと、ホコリがついた状態でやっちゃうとねかっこ悪いんで。最後ね、鍋さん料理が好きなんだけど、料理を最近な、まあ休日になればやるけど、平日はもう全然やってないな。平日はまあしょうがないよね。でヘッドライトつけるよ。あ、バリが出てる。カリカリ。よっと取れた。これをここにパチッと。いいね。このまま流し込みでいこう。この間に入れる。流し込みの筆は細いから流し込みやすくていいわ。この隙間が狙える。ヘッドライト側に行くとかっこ悪いんでね、本当にこのちょうどど真ん中を狙ってあげて、チュッと入れてあげるとくっついた。だけどこれがねしっかりくっついてないとね、ポロンってね外れる時あるのよ。それがねよろしくないんだよね。あ、こっち外れてた。うわ最悪。なんで外れるかな。これちょっと後で考えないといけないな。しっかりくっつける方法というか、まあオーバーフェンダーつければ多分よくはなるとは思うけど、オーバーフェンダーのつけ方にもよるけどね、どうなのかな。こっちもバリが出てる。触っただけでわかる。ん、バリか。違うか違うか、ただとんがったところを触ってしまっただけか。うん、バッチリつく。いいかな。でしょっけ。ちょっとやっぱりこのフロントが膨らんでるな。後でしっかりくっつけてあげないとダメだな。瞬間接着剤でやってみようかな、ティッシュでこのギリギリのところ。でもどうかな、なんかあんまりやりたくないな、怖いんだよね。もうしかもあれやっちゃったからさ、デコプリつけちゃったから、まあいいでしょう。ということでオーバーフェンダーつけますか。またオーバーフェンダーをつけるのがな難しいんだよな。こんな感じでこんな感じ、この下に合わせてですね、こんな感じなんだよね。でここギュッと位置をしっかり合わせて、扉のここにこう合わせればいいんだな。でこれで流し込むよと。とりあえずは流し込みでくっつけるか。前回どうやってやったか忘れちゃったよ。ここの扉の位置とね合わせてきれいにつけていこう。カメラ映ってる？あ、映ってるね、ギリギリ。ここからここの扉のここをね流し込もうと思うと、多分扉のところに流し込みが流れていっちゃうと思うので、これこっちからこうやって隙間ねってやってやればいいか。こっからオーバーフェンダー側から流し込むと。お、いいね、いい感じ。オーバーフェンダーから流し込む。よし、OK。オーバーフェンダー側から流し込むとやってあげると、これでもしっかりくっつくんじゃないかな。で問題のフロントの周辺のつけるところだね。わ、超緊張する。どうでもいい話どころじゃないようなちょっと緊張感で申し訳ないですけれど、さっきのめちゃめちゃ食うっていう話が途中でかなり止まってしまった。これ何がいけないって、デカールがついてるから、デカールと接着剤はくっつかないんで、要は結局塗料を溶かして塗料がくっつけてくれてるっていう感じだけになっちゃうから。よし、これでついて、ある程度ついたらこの隙間にデコプリでちょっとこうつけてあげるような感じにしてあげれば問題ないんじゃないかな。ああ、なんかすげえ緊張。こっち側も同じようにやってあげましょう。いやいやいや、持ち方が違う。こう塗装が剥げてるけど、まあこれは後でカバー色を塗り直せばいいか。あ、くっついたくっついた。 OKOKOK、 やりやすくなった。先にこっちをつけよう。ピッと。流し込んで、でこっちもオーバーフェンダー側から流し込むよと、オーバーフェンダー側から流し込むよと、こっちはこの上の方だけどオーバーフェンダー側から流し込むと、細かく見てやっていかないと、あんまりやると夢中ってなるな、気をつけよう。で今度はフロント側の方をつけていくよと、オーバーフェンダー側から流し込む。こんなんやるんだったら裏から流し込んでもいいような気がするんだけどな、閉まったな、それでもよかったな多分。よいしょ OK ね、裏側からね流し込んでやれば、表から流し込むのとそう変わんないから、このさ裏からさこうやってちょんってやったけど、こっちの方が問題なかった。ついた、オーバーフェンダー、よかったよかったよ。でさっき言ってた時間ちょうどよくなってきたね。裏からここのねつなぎ目のところを、なんか今日頭痛いな。皆さんあれだよね、本当季節の変わり目とかさ、今なんか本当温度がさめっちゃ暖かくなったりさ、寒くなったりで、まあ寒くはないけど肌寒くなったりとかね、あとまあ花粉症でさちょっとこうね頭がぼーっとしたりとか、あとまあ薬飲んでもね眠気を誘ったりとか、だいぶしないくいい薬が出てはいるけれどしないわけじゃないから、やばいくしゃみ出るすいません、この細かい作業やってる時のくしゃみってほんとつらいわ。よし、こう裏打ちをしっかりしておいてあげれば問題ないでしょ。あんまりね肉盛りすぎるとね今度タイヤが引っかかってくるよね、せっかく切った意味がなくなっちゃうんで。これでいいでしょう。あーこっち触っちゃった、危ねえ。で蹴った、よし OK、さっぱりといこう。鼻かみたい、我慢。でこれでフロント OK ですよと。本当はあれか、合体した後にやるのか、閉まったな。合体させたいけど合体いっちゃう？ドキドキタイムいく？もうちょっとちゃんとねくっついてからにしようよって、ね、次回だね、次回にしよう。でちょっとまだね時間あるので、後ろのテールランプつけちゃいますか。超えた、あった、これだね。しっかりパーツがね乾燥してくっついてからの方が安全でいいやね。あんまりね急ぐとろくなことないんでね。これも同様にちゃんとね2段切りで横からこう切ってあげるようにしましょう。で切ったところをカッターナイフでね、ペーパーでこするのもいいんですけど、ペーパーやすりね、だけどペーパーやすりでやると他のところにねついちゃったりするんでね、もしやる場合はやっちゃダメっていうわけじゃないんでね、気をつけてやるようにしてくださいね。そして鍋さんの今カメラで映ってないところでは鼻水が垂れそうになってる。あだだ、肌ビルが、肌ビルが。そして今ね部屋にエアコンつけちゃったんだけど、つけると暑いな。切る、よし切った。でこれもバリがね出てないか確認して、あ肌水が出てくるよ。これをこう、あ違う、こうか、ついた。おお、今流れてくのが見えた。いいね。組み立てる仕様によってはここにね、色が入るやつもあったりするんでね。まあ、なべさんはこれが好きなのでこのままいきます。中央流れてくのが見えた。よし、OK。これでしばし待つ。でね、しっかり固まったら合体なので、次回合体行こうかなと思います。これつくかな、ちゃんと。まあこれも後でつけた方がいいね。とりあえずはまるかどうかだけ。あ、問題なさそうだな。いいな。OK。なんかちょっと浮くな。窓ガラスの問題かな。あ、窓ガラスの問題だ。大丈夫か。 OK。 ちょっと浮くのやっぱり気になるな。窓ガラス後で少し下げて、なんとかまたこの辺も少し何かで固定して。あ、でも大丈夫か。こうやって押し込んでちゃんと接着してあげれば問題ないかな。扉も開くような仕様にはしてないからね。よし、 OK でしょう。ということで今日はこの辺にさせてもらって、次回合体をしていこうと思いますと。よし、ではね、一旦カメラ止めさせてもらいます。